上げてみました。 CG の位置からピンの位置、まっすぐ切って11インチのところに深さ4インチで上げてあります。それではオイルが全然かかってきません。なんとかいけそうです。先日開きましたメーリーはどうしても、オイルにラインからオイルにかかっています。これは、私のそのままのボールを使っています。こちらも、PAP をちょっと測ってみましたけども、ちょっとあやふやなんですけども、それで一応確定してみます。よろしくお願いします。出してるから池地あれ出してるから池地でも多分出てくる。カタカナの池伸ばして G、 ほんで大文字の G。
ちゃいっぱいありますよ。いっぱいあります。結構延長長いです。すごい。この前のあのピンメディア開けてずつ撮影したじゃないですか、はい、でアップしたんですよ、はい、見ました見ました。ほんならさ、いきなりあれですよ、YouTube からミスチルだったっけ、あの時、はい、ミスチルの何曲が入ってますからって言われてさ、はい、光の差す方やったやつです、はい、でも一応 OK ですって言って、で向こうから何か言われたら、はい、削除してください入ってきた。ああ、すぐ来るんすね。すぐもう出した途端に来たよ。すごいな、こんなチェック厳しいの。厳しいんですよ、ものすごく。まあ、一応もう取りよう。ロニー投げてたね、ロニーね。こっちは。結構掘れますね。結構掘れそう、はい、本当に4インチぐらいいけそうなの。4インチはいけなぁ、いいと思う。また掘って、掘ってみて、また持ってきますよ、はい、はいはい、4いけます。4いける？じゃあ4インチで。初っすか？あ？初めてですか？初めて。もう今だって3インチ空いてますもん。3インチ空いてる。あ、本当だ。初めての4インチ。4インチいけそうだって。ただね、ドリルがね、あんまり4インチまでって言ったらドリルね、あんまないんですよね。深さを掘れるドリルっていうのがさ。こういうやつはさ、銃が上上がんないから、多分ここでも、ここで長い刃があったら、掘れるんだろう。5インチとかあったら掘れますもん。OK、完成しました。すごいね。すごい。4インチ。プロボラの方が。ピンから11インチです。ローリングは？ローリング。多分かからないと思う。かからないところに一応チェックしてるんだけども。めちゃくちゃ重さ抜けました。バックエンドどうなるか楽しみですね。そう。まあそれがまあそれだけだよね。ファーストカメラでモーションフォールに上げていきます。穴、深さ4インチから上げます。一応白テープも貼ってあります。PAP 合わせて物はファーストカメラです。
です。投げてみます。
こう来て、ここのピンからピンラウンド上げて、いやいや、ピンアップなんですけど、ここに4インチの穴が掘ってる。なんで、え、すごい場所に開いてんだね。そうすごい場所に開いてるんですよ、これ。まあ、ローリングには関係ないんだね。ローリングはだからかからないようにと思って、それをテストを今してるんですよね。ローリングがかからないかかかるかって、これはかかるんですよ。でこれは正式な開け方じゃないんですね。へえ。でこれは正式な開け方なんで、一応最後に穴埋めして正式な開け方にしたんですよ。だからこれはかからない、やっぱりかからない。モーションホール終わりました。どっちが親指だかわかんないね。そうですよね。一応オイルはこれはかかりません。大丈夫です。ありがとうございました。高さ4インチすごいですよね。